和田研究所は、美容研究家の和田聖郎によって1957年に設立された日本の健康と美容の研究団体。所長は和田健太郎。運営は東京都新宿区に所在する和田商事株式会社。美容研究家の和田聖郎が1957年に設立。自らのダイエット体験をもとに、生理学や、 畜産学に基づいて編み出したダイエットメソッドである和田式フィギュアリングを紹介することを目的として設立された。設立当初は神田の銭湯での営業開始前に体型に悩む市民を対象に脱衣所を利用して健康体操や送信理論についての講義、指導を行い着実な美容効果を生み出し1959年に日本テレビ放送網の情報番組 婦人ニュースでの紹介をきっかけに出版や講演会などで幅広く紹介し世間に注目された。その後、1961年4月から始まった読売テレビ放送による日本初のダイエット番組テレビと共に痩せましょうによって和田式フィギュアリングはさらに世の中によく知られるようになる。この放送は2年6ヶ月続いた。この放送により和田式は 戦後初の全国的ダイエットブームを巻き起こすこととなり、和田式フィギュアリングが日本初の体系的送信手法として全国的に認知されたことにより、和田研究所は全国に教室を持ち普及を図った。これは当時としては、現在世の中に数多く存在するダイエット教室やエステサロンなどの先駆けとなる事業であった。2021年1月現在では、 東京都新宿区、静岡県静岡市、京都府京都市、福岡県福岡市、鹿児島県鹿児島市の5カ所に教室が存在する。和田研究所の知的所有権及び財産権の管理、和田式、フィギュアリングの指導、教室の運営、美容体操教材の開発及び、販売、美容健康食品及び、機器の製造販売ミス。 日本コンテストの運営支援2017年6月1日より、ミス。日本コンテスト大会の主催、運営業務は、一般社団法人ミス。日本協会に移管。フィギュアリングとは、単に体重を落とすだけでなく、整ったプロポーションを形作るという意味。和田清郎が創始したダイエット法で、和田式とも呼ばれる。基本は次の条件からなっている。肉、魚、貝、豆、卵。 乳製品、油脂、海藻、野菜の9品目をしっかり食べる。週に一度だけ気になる部分の贅肉を落とす体操。その後の45分間入浴。日常の活動を積極的に行うこと、十分な休息。この5つである。特徴的なのは外食が OK であること。中華料理などは意外と野菜を取れるもの。 足りない品目は携帯をつまみで補っても構わない。栄養のバランスが整うことで、新陳代謝も活発となり、ただ痩せるだけでなく、体力がついて肌もきれいになるという。設立者の和田聖郎が、自らの肥満体質を改善すべく試行錯誤の末に、和田式ダイエットを発案して、教室を開設。教室は、日本全国に広まり、10万人近い女性を、 健康的な美に導いている。所在地は5箇所、和田研究所東京教室和田研究所、静岡教室和田研究所京都教室和田研究所、福岡教室和田研究所、鹿児島教室温水によって大腸洗浄を行う医療用洗浄機。一人でできる大腸洗浄、腸洗浄は腸内をきれいにして悪玉菌を減らし善玉菌を増やし腸内細菌の 環境を良くする。和田聖郎は美容研究の第一人者として認知されたことを契機に1967年に読売新聞社からミス日本コンテスト大会の運営権利を引き継ぎ、それまで1952年の第2回大会以後14年にわたり休眠状態であった同大会を1967年8月に復活させる。 和田研究所は今日まで主催団体として同大会の運営の中核を担っており各賞受賞者やグランプリ決定大会にノミネートされたミス日本候補生に和田がこれまで培ったダイエットメソッドなどのノウハウを継承し様々な社会分野で活躍する女性たちを積極的に支援応援していく姿勢を大切にしている2014年まで 一般公募によって、グランプリをはじめとする各賞の受賞者を決めてきたが、2015年から公募とは別に、和田のこれまでの業績を称え、和田が長年にわたり提唱した、美しい女性に対して、栄誉と実益を与えようとする、ミス、日本コンテストの理念にかなう顕著な活躍を見せ、将来の期待を秘めた著名人を、特別にミス日本の一員として、推薦表彰する、 和田聖朗特別検証ミス。日本という記念章が新規に制定された。ありがとうございます。